はい、どうも、妖怪山岳シクニトリオズ、今回もやっていきます。今回はね、フェスガシャと言いたいところなんですが、ちょっとそれは明日やります。ちょっとね、冬には今ね、チケット少ねえんだよね。今回はね、このビンゴでもらえるクコインね、いつも5個しかくれない福コイン、これがね、77枚たまったので、はい、まあ宝珠もね、群馬市のフェスガシャね、あ、もう終わっちゃったね。そういえば90連やってしまったんでねちょっとね、だいぶ宝珠なくなっちゃったんで、宝珠を取り返そうということで、なんかまだここは表示されてるね。ミスかな。まあ。ということで、ガシャ回していきたいと思います。川柳ね、開催中で、またじゃねえな、最優秀賞、三国志あるんで、ピタリ賞もなんかあるみたいなんで、ピタリ賞としてユーザー全員に報酬プレゼント、運営が想定した穴埋めの答えを一人でも当てれば、なんかこれもらえそうだね誰か頑張って、いや自分も頑張りましょう。ツイッターをね、確認しましょう。スタミナム10個、体力、小生コイン、そして福コイン、なんかみんなもらえそう。三国志いいな、もらえたらな。はい、そしたらガシャやっていきましょう。その前に、ハイスコアチャレンジのね、牛馬さんは、どんどんね、あ、そうだ、アメミキサーが、まあこんな感じかな。なんか結構アメミキサーいいよな。もうアメがなくなっちゃったんだけど、アメミキサーはちょっとこんな感じでゲットしてるね。まあ今日はとにかくこのログインボーナスが素敵だよね。あ、そうだ。で、アメミキサーね、国取りの、金貨でね、手形が一応、交換できるので、まあ、あと30回しかないんだけどね、日頃ちょっと高難度チャレンジをね、サボって、手形使っちゃってるから、いざっていう時にないんだけど、はい。まあ今日日曜日だっけ？今日土曜日だな。まあまあ。エスコンね。こっちのエスコンだとあれができるよね。コーン、最近大好き、コーン変化とかね。まあ基本的に群馬市に育てたいなと思ってるけどね。45個まだ俺使ってないんだよね。はい。一応今回ガシャ引くから、G1 コインと、S コイン1個ずつやろうかな。まあ、国取り金貨は、地場金貨はね、またいつでも稼いでやるぜっていう感じで。今、兵法がね、使わなくていいので、私個人的にはね、兵法なしだとすごい予定が立つんで、非常に気楽ですね。まだちょっとね、主導名じゃなくて、サブでぶら下がって一緒に頑張らせていただいてるけど、まあね、主導名じゃないと本当で、兵法がないとね、まあ味気ないかもしんないけど、私はとても気楽です。はい、という感じで、福コインね、77枚集まりましたんで、やっていきましょう。今までね、100連チャレンジで2回やって、2回とも、ご宝珠しか出なかったっていうね、謎の企画なんですが、ついにこのね、100連やってもあんまり関係ねえから、あ、 B ランクだから割といいのが出ちゃったな。もうでも基本的に最近はコンヘンゲね、もうギャギャギャっとコンヘンゲしちゃってますね。ロボコーチューさんってなんかあったかもしんないな。ちょっといいや、この辺でね、もうやっちゃいましょう、どんどんね。疑心暗鬼ね、
あいつがいたら、リンネがいたら防衛でもね、考えるけどね。あと皆さん、闇エンマどうですかね。レベル74まで来ました。はい。という感じでごめんなさい。あ、ごめん。ちょっとごめん。もう一個ね。ハグキさん。ハグキさん、まだちょっと、どうなんだろう。クツゲンさんは、月曜日のイベント開始と同時なのかわかんないけど、一応今回ね、はい、あとラスト1個できました。40万5000になれば、私ね10凸になって8周目が終わるって感じですね。今ちょうどブーストが切れてしまったんであれなんだけど、まあ、不気味300体とか必殺技とかニョロロン戦隊とかあるんだけど、まあ今日終わったの2体でとか、あれか、必殺がね、これだよね、金がどこでも全国どこでもドロップするようになったので、正直不気味がいるところが増えたんで、これちょっと消えてて、心地見にくいけど、で、あと弱いところはね、4万ギリギリいくところなんかは必殺、かぐしさんの必殺とか出しやすいので、うん、なので、こういうとこもね、不気味が、バタン球とかちょっと見にくいんだけどいるんで、まあ弱いとこでもね、4万のところはね選んでやってるって感じに、ちょっとハグキさんの試練もね変わってきました。はい、ごめんなさい。じゃあ行きましょう。福コインで、福コイン終わったらこのレアコイン行きましょうか。はい、ということで一応ね、どこかの同盟の方が5000当てたっていうのも聞いてるので、もう私はね多分100当てたことあると思うんだよね。で、単発でやってた方が50はなんかちょろちょろ来て、まとめてやった時にずっと5宝珠なんだけどね。なんかとりあえず7宝珠いきましょうか。当たってくれよ。うい。なんか小生になるらしいですね。5じゃない時は。はい、5スタートです。あと70連。ちょっとね、金すら見たことないからな。ちょっとね、まだ赤玉も出てねえな。はい。ちょっと、宝珠をね、1000キープさせたいんですよ。次のスコアタも、私は割とスコアタには使うんで、宝珠ね。どうしましょう。選べるコインとかな、売ってほしいな。ダメか。今日はダメっぽい。さあ、安定のダメ。さあ、50連。どうなんでしょう、単発で引いてっちゃったらいいことあるかな。今度生放送で30連単発引いてみるかな。金に変われ、ピキッと。ピキッと変わるやろ。ダメな。なんか小生ならしいよね。私ダメよね。よいしょ。金にならない、なんねえな。赤すらないもんな。さあ、もう半分終わった。ラスト30。こちとら77連だって。変わんねえぜ。出てくれや。さあ、あと20連。福コインお見せしたときに、5以外ないかもしれないね、私はね。さあ、金に変わって。変わらんよと。すごいね、もう黒優先な時代。はい、分かってたような結果になりそうです。ラスト10連。ウィスパーに一度もぶつかることなく、赤が一度も出ず、過去の福コイン動画、あ、赤のラスト1個来ましたよ。これがきっと5000宝珠。間違いない。さあ、どうでしょう。
5050でした。ただ過去100連やった時にね、一度も50出たことないので、ちょっと前進です。818宝珠しかないんだけど、なんとかね、また1000まで盛り返したいなと思います。きっと何かがあるはず。はい、そしたら、闇キュービがね、超10突この前、通常無料ガシャの一連から出てきたんだけど、パワーアップ妖怪ね、出やすいガシャやりましょう。もうすぐ降臨イベントも終わっちゃうよな。再降臨か。一応どうしよっかな。オイラン姉さんはね、まだ超急突なんだよね。うわー、闇キューブ来ちゃったよ。そう、今後はね、超十突してる妖怪が来た時のこの超十突問題、なんかよくわかんないけど出やすいやつめっちゃ出やすいんだよな。あ、これ交換所だ。群馬神とかもね、なんかね。はい、じゃあ行きましょう。これも十突して、今回パワーアップ妖怪超運と劉備がねパワーアップ妖怪になったんで、できたらその2体来てほしいですね。超十突してるやつはトウタクさんね、超十突してるんで出ないでほしい。義援か劉備か趙雲がパワーアップ妖怪で私は望んでます。これでもどうなんだろう、コイン S コインで S ランク出しまくってるから。おお、劉備だ、ラッキー。今月だけで劉備3体ゲットですね。こんなとこで S ランク出してるから調整が出ないのか。超7突まで行きました。はい、という感じで複合員皆さんどうですかね。50で満足しましょうか。はい、そしてフェスガシャね終わっちゃって、以前のね動画でも話したんですけど、小生孔明が小生は1体、そして90連のうち7体が S ランクだったかな、うん、1体小生、うん、上昇でしょ、周遊でしょ、あと角でしょ、リクソン、角2体だな、角2体でか。あ、結構小生もレベルがだいぶ上がってきたよな。あと誰だっけ、忘れちゃった。あ、そうだ、孔明が2体出たね。角2体で4で上昇でリクソンって感じでしたね。はい、まあ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 、周遊好きだから周遊出てよかったかな。はい、じゃあ劉備がね、レベルがだいぶ上まで行くので、うん、このね強くなった劉備、ぜひ風イベントがね、雷か、劉備風と雷、いや雷だな、うん、雷か、必殺が風だけど雷なんだな。うん、一応ね、100宝珠を高難度チャレンジに使ったら、最初に見せればよかったな。今回高難度チャレンジでね、最初に言えばよかったな。よいしょ。4個落ちたかな、今回。だから1日で4個落ちたんで、まあ今ね、2個Y ドロップするので、まあ、100宝珠使って、まあ4個って感じ。だから2回だけ落ちたな、なんですけど、まあね、ちょっと葉月さんが今いい感じなんだけど、高難度チャレンジね、今倍になってるので、ぜひね、やってみてください。高難度チャレンジね。降臨チケットも余ってんな。はい、そしたら最後、牛馬さんやって終わりにしようかな。なんでね、結構周回したので、うん、超運とかもね、せっかく強くなったんで、カゴスキルとかね、うん、上げていきたいなと思います。結構ね、素材、玉だっけ？素材落ちたんでね、うん、この辺ね、劉備は力が上がってんだよな。だから最近、命中が好きなんだよね。そして、絶対やってほしいのが、この集体とかね、この辺のアイテムドロップね、あ、
そうか、周囲を回ってねえからないんだ。うん、この辺もアップさせて、ぜひね、アイテムゲットしやすいようにしてください。はい、そしたら極級、相変わらず落ちねえ、リュウマさん。あと4回だけるな、手形。さあ、来い。おー、書がまた落ちました。書しか落ちねえな。衝突してからドロップ率は多分 1% ないのかな。うん。容器が46個で、書がね、これで4冊落ちたんで、うん、あとはドロップだけって感じですね。はい、じゃあ今回こんな感じです。皆さんね、クコイン、ね、どうですかね。なんかいっぱい集めてやらない方が毎回思いますからいいと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたら皆さん、小生フーニャン強いですかね。ゲットしたら教えてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。